どうも GF です。パート14の動画の投稿者コメントでも書きましたが、今回から熟練のゴーストフェイスの実績解除を目指します。一度ランクは15になったのですが、二度ほどエンティテは不機嫌を出してしまい、ランクが16に戻りました。一度ランクが15になるとそれ以上落ちることはないと聞いていたのですが、この前のアップデで仕様変更されたのでしょうか。今近くにいましたね。第一村人に開幕一撃。実績解除のため、今回はパークが地獄耳、戦慄、隠密の追跡だけなので、とても心もとないです。惜しい？このような状況なので、ナメプはむしろ大歓迎です。オッケー。普段ならばべちりで補足できるのでしょうが、今回はそうもいきません。救助してくれたので居場所がわかりましたね。いた。治療失敗かな。やあ。よし。幸先がいいです。ふふ。今度は遠いな。オッケー。これは気持ちいいですね。開幕早々に釣り目達成。今日はいい予感がしますね。ハイズリローリーはどこでしょう。これで3釣り目。足元だったか。集まってきましたね。パーティーかな。懐中電灯持ちだけでも退場させたいところです。板を当ててもフラッシュたかなくなりましたね。こちらがフラボ持ちだと思って警戒しているのでしょうか。壁の裏かな。テープを巻いてる音がします。よし。足元にいたね。ああ、エースだけでも釣っておこう。
ローリーはリーチなので、実績解除のためにも悪いけれどトンネルさせていただきます。ゲージを貯めて。解かれたね。あと一発。そう、何度も成功しませんね。こういう時の地獄耳。引っかかった。ゴヤグル本当に苦手です。オッケー。これでローリー退場。大きいですね。電気が残り一つになっていた。他のサバに投げ変すべきだったかもしれません。ワンパンゲージ溜まったね。オッケー。これで二度目かな。一度目の時に耐久入りしてたんだね。蹴っておこう。残りは二人。唐突ですが、YMM の辞書機能に今頃気づきまして、これで誤読を防ぐことができるようになりました。どこにいるかな？ワンパン入れたい。
また小屋来るか。蹴っておこう。足跡を追います。ハイズリ放置してジェイクを追います。苦手な小屋グル、せめてワンパン状態に持っていきたい。ネアが回復されたね。ジェイクを追う前に釣っておくべきだったでしょうか。OK、ベイベイ。ナメクは全然歓迎ですよ。地獄耳がなければ見失うところでしたね。でもなかなかナイフが届かない。よし。パーティーだろうし、ネアを釣ったら助けに来るよね。フックまで間に合うかな。よかった。あとはジェイクさえ釣れれば実績解除です。ネアを見捨てて逃げはしないでしょう。やはり助けに行ってくれましたね。ゲージを貯めて、これで二人ともワンパン状態になりました。パクリになったらすいませんが、ここで這いずり放置します。ジェイクまで間に合え。無理でした。
メアだけでも釣っておきましょうか。惜しい試合でした。GG と言わざるを得ませんね。釣ったサバたちにも満足していただけたようでよかったです。ご視聴ありがとうございました。